はい、皆さんこんにちは。実況者の青と申します。本日もスマホアプリアズールレーン、略してアズレーンの実況を始めていきたいと思います。今回は復刻が期待されている UR カーセについての話題がありましたので、そちらを取り扱っていこうかと思います。みんなの反応を確認しつつ、私の意見を述べていく形で進めていきますので、ラジオ感覚で聞いてもらえたら幸いです。それでは始めていきましょう。まずは一つ目の反応となります。シナノとかニュージャージーの復刻まだといったコメントがありました。いきなり復刻の中でもラスボスみたいな立ち位置の名前が出てきましたね。まあでも納得です。復刻と聞いて真っ先に名前が上がる感染といったら、まず間違いなくこの2巻ではないかと思います。もし復刻ランキングといったものがあれば、必ず上位に上がってくるであろう2巻です。各言う私もこの1年ずっと復刻が来るのも今か今かと待っていました。人気が高い理由についてはたくさんあるとは思うんですが、あえて人気の高さの理由を説明するのであれば、イラストと性能が共に突出しているからではないでしょうか。最高レアの UR 感染というだけあって、力の入れようが半端ないです。イラストに関してはこれとこれですよ。まさに一目瞭然で、一目見るだけでも緻密で細かい部分まで書き込まれているのがわかります。性能についてもタイヤ表には必ず名前が載るレベルで、ステータス、スキルともに人権レベルの性能を有しています。詳しく性能についても解説したいところですが、それだけで一つの動画が作れてしまうぐらい長くなってしまいそうなので、また別の機会にお話しさせていただければと思います。このコメントに対する反応としては、順番通りならシナノ、ミュー、ヘーター、ペラルーシア、ベネト、ニュージャージー、島風、フッテンだから、ニュージャージーは早ければ年内に復刻するんじゃね？といったものがありました。それにしても数えたことはなかったんですが、復刻待ちの感染ってまだこれだけたくさんいたんですね。驚きです。ヘーターやペラルーシア、ベネトの3巻は SSR なのでイベントとともに復刻しそうですが、 UR については不明なんですよね。というのも、初めから UR の感染って実は復刻されたことがないんです。そういったことから、いつ頃どういった形で復刻されるかまではわからないというのが現状です。他の反応としては、 UR 復刻待ちくらいの人が手に入れても完全体にするだけの虹ぶりが足りなそうかといって、突破分の UR をガチャで地引きするのもきついし、どうするのがいいんやろね。特装コアとの交換で月1個、大型イベントの累計報酬で1個、シーズン任務で1個、虹ぶりは2ヶ月に5個入手できるからなんとかなるんじゃない、といったものがありました。 UR 感染の復刻を期待する一方で、虹ぶりを気にする声も多い印象を受けました。せっかく入手できたとしても限界突破できないってなったら、なんとももどかしいですからね。その気持ちよくわかります。限界突破の代わりとなるブリですが、 SR や SSR の限界突破に必要な紫ブリや金ブリはログインしているだけでも入手できますが、虹ブリだけはしっかりプレイしていないと入手できないようになっています。ただし、コメントにもあるように、特装コアとの交換や大型回帰イベントやシーズン任務の報酬などで一定量は入手できますので、それなりにプレイしている期間ならばそこまで気にしなくても大丈夫だと思います。課金している方は何巻も被らせて建造するといった手もありますが、さすがに排出率 1.2% の UR を複数建造するのは状況を逸していますので、それだけは絶対しないようにしましょう。他にも、昨年末の生放送で22年は復刻 UR 以外に新建造で4席実装予定だと言ってるし、その告知画面にシナノがいるから、シナノはまず間違いなく年内に復刻するはず。ニュージャージー以降はさすがに実装時期的にも厳しいだろうから、もうちょい待たなきゃいけないとは思うが、といったものもありました。先ほど私の方で、いつ頃どの形で復刻されるかまではわからないと言いましたが、今年のどこかでシナノが復刻しそうであることは確かです。コメントにもあるように、生放送の発言や告知画面からもその可能性は高いと思われます。ここからは憶測となりますが、今年の新規 UR は4巻と明言されており、2月にクロンシタットが、5月にはヴァンガードが実装されており、時期を考慮すると8月から9月に1巻、11月から12月に1巻の新規 UR が実装されるんじゃないかと考えています。その時期に復刻とはいえ UR をかぶせてくるとは考えづらいので、7月もしくは10月あたりに UR 感染の復刻を入れてくるのではないかと思います。はい、今回は復刻が期待されている UR 感染についての話題を取り上げてみました。皆さんの意見を良ければコメントでいただけたら幸いです。それでは以上となります。アズレーンの話題を取り上げて動画として投稿していますので、良ければ高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。